アメリカ大統領選挙、民主党候補のクリントン氏の外交アドバイザーは、核・ミサイル開発をめぐる北朝鮮問題が選挙後の政権にとって最初の1年の最重要課題になると指摘しました。As president, from day one, this is the issue that she will have to be the most ready to act upon. スミス氏は、朝鮮半島はアジア太平洋地域で最も不安定で、挑発行為が武力衝突につながる可能性があると指摘しました。武力衝突が起きた場合、クリントン氏は韓国を全面的に支援すると強調しました。またクリントン氏は、中国に対してはアメリカの国益を明確に主張した上で、北東アジアの安定など共通の利益のために協力を強化するだろうと指摘しました。